家好，我是 Lauren 邱振兴，欢迎收看由阿舍食堂光明播出的 CEO 娱乐。在我旁边这位呢，其实就是来自日本还有台湾的混血型男哦，欢迎他。嗨，皆さんこんにちは。白川雄平と申します。よろしくお願いします。こんにちは。哇，现在整个我像身在日本的感觉。其实呢，我们的白川佑平啊，其实在台湾是一名型男广告模特哦。那其实你在台湾应该有生活一段时间了。那你是怎么从一位广告模特，现在慢慢走入戏剧的？はい、まあ卒業した後に軍隊に一年間ぐらいいて、その後にやっぱり。自分の好きな仕事を試してみたいというその思いからモデルとその CM のアクターを始めました。はい。那其实在这一段追梦的当中啊，其实有没有遇到一些挫折呢？はい、そうですね。やっぱり一つのコマーシャルとか仕事のケースはオーディションがありますから、競争相手が基本的にすごい多くて。それで本当にもう今まで何百回ぐらいのオーディションにも参加していて、それで落選とかして、やっぱりこういうのは本当にしんどかったです。はい。那在未来呢？希望在台湾呢，还是在我们新马一带呢？会不会有一些作品呢？是广告的类型的一些戏剧啊？会不会与你们见面？はい、そうですね。今台湾で4月よ、8日に。新しい時代劇が始まりますので、皆さんぜひ見てください。そして名前は夜の10時から始まる日時時期だ。十種生存法則。日剧时期的十种生存法则。嗨，哇，我是不是也太厉害了？礼拜一到礼拜四，礼拜一到礼拜四晚上十点。十点是在电视吗？还是在TV？ 好好好，所以在电视上可以看到我们白川佑平的身影哦。那希望呢，在未来呢，也祝你大红大紫啦！那能够再来新马一带跟我们粉丝朋友再见喽。那我们谢谢你来到我们节目，拜拜。ありがとうございました。